どうも、バーハマへようこそ。マスターのハマです。こんにちは。よく来たね、今日は。どうしたんだい？なんか、お酒が飲めると聞きました。あー、バーハマだからね。ごめん、間違えた。バーハマや。相変わらずいいですね、発音が。バーバーハマ。ハマ、いいです。ありがとう。今日は君たちに、はい、私の自慢のお酒を紹介していきたいと思う。お、ありがとうございます。ついてこい。ただ一つ条件があるんだ。なんで？決して飲んではならない。あ、なぜかと言ったら、とてつもなく高価だから。なるほど。いろいろな方からいただいたシナモン。なるほど。いつかは飲む。それがお酒だ。だが今ではない。それを噛みしめて見てくれ。はい、ありがとうございます。じゃあ行こう。はい。もう一つあった。もう中にはほとんど飲みきってあるもん。それだけはあまり気にしないでおいてくれ。浜は飲むのが大好きなんだ。行こう。このキャラで行くんすね。いつ解いてくれるんだ。バーハマのキャラを。今日はこのままで行きましょう。嘘だろ。まあ一つ目はこれだ。ええ、ほら、ビールを瓶で飲む時もあるだろう。確かに。シアトルのこういう、実はシアトルに住んでる時はこういうシアトルって書いてあるこのど真ん中な、はい、お土産って買わないんだ。間違いない。だがしゃっくりだけはすんな。だが意外とこういうのが大切なんだ。瓶で飲むときシッてこれで開けるんだよ。だが一つだけ聞いてくれ。俺はこの家に引っ越してきてから瓶のビールを飲んだことは未だにない。行こう。浜さん。もう一つの至極の一品を見せてやるよ。ちょっと黙ってね。見つかない。あ、こっちにある。至極の一品は、ちょっとワイングラス多いな。あれ、オープンね。ちょ待ってくれ。ちょっと洗ってねえからな。ちょっと洗う。これだけ使ってるってことなんだ。確かに、愛用してるってことね。愛用してるってことなんだ。本当にこれはすごくすごく大切に使ってるんだ。だからあんまりやめてくれ。洗い物をしないバーハマー嫌だとか言うなよ。衛生面が大丈夫かな。いいだろ、一人でやってる。あ、そっか。これはちょっと箱と一緒に見せた方がすごくいいんじゃないかな。確かに。ハマさん。いや、違う違う。俺が今日みんなに見せたいのは酒だけじゃねえんだ。これだ。見ろ、わかるだろう。はい、見覚えのある。食器の中でも名器中の名器。バカラだ。バカラですね。これには思い出がある。ほう。100万人を超えた時に、ほう、天津のチャンネルで、はい、北内の春くんから、うん、いただいたものだ。おお。これは本当にむちゃくちゃ、じゃあ思い入れある。いいやつなんだ。ほら、綺麗だろ。綺麗だ。この細かい江戸切り子のような細かい模様、わかるか。そして意外と思ったら重いんだ。おお、確かに。ちゃんとした重厚感がある。これは本当に家で飲んでる、使ってるんだ。だから本当にレギュラークラスなんだ。確かに。そんなのもあったりするんだぜ。バーハマには、バーハマにはそういうのがある。あとはいよいよ先に行こうか。あ、行きましょう。まずはこれだ。オーパスワンだ。うわー、これはもう
2016年オーパスワンだ。見てくれ、後ろ行くぞ。せーの。全然ないんだもん。飲み切ってしまった。あれ。でこれはめちゃくちゃうまいで有名です、ね。誕生日の時に柴田夫婦からいただいたの。うわ、これ非常に高かったと思う。思い出のあれ、それはだからなかなか空瓶になっても捨てられないんだ。確かに思い出があるから。確かに。だから今でもここにこうちょっと取ってあげて、彼らのパワーがもらえそうだな。アメリカ人次に行こうか。これだ、特別純米長谷川だ。ほう、これは日本酒だ。兵庫県姫路市。私の地元に近いですね。地元に近いってだけだな。残念だ。だから日本酒だ、これは。この箱とセットだ。またこれも高そう。この中に入っていた。これも誕生日の時にいただいたものだ。誰からとは言えないかな。なるほど。でもこれは良さそうですね。これもな、こうやっていつ飲んでいいかわからないんだ。確かに。この重厚感、わかるか。この箱を開けた時にここにメッセージが書いてある。見ろ、これがまたいいじゃないか。確かに。なるほど。これはもう高級な品だ。だから僕もいつかの来る時が来たぞ。楽しい。次はこれだ、純米酒。なんだこれ。金箔入りだ。この形すごい。見ろ、うわ、これが金箔だ。これを見てる Ladies and Gentlemen、 見てるか。これが金箔の美しき酒の中に埋もれる姿だ。すごい、金箔入り初めて見た。うわ、綺麗だろ。ここにこうやってパッと置いといたらインテリアにもなるんだ。なるほど。だからこれも純米酒だ。日本酒日本酒ときたら浜も酔っちまうからな。いつ飲んでいいか分かんない。だからずっとこうしていつもこうやって金箔をこうやって泡立たせてな、金箔がこう浮き上がるのを見てるんだよ。そうすると、ああそうだったな、そう思ってるんだ。次はこいつ、バランタインだ。これはみんな言わずもがな、皆さんの舌に非常に親近感のある味だ。どこのバーでもある。これは本当に17歳スコッチだ、はい、スコットランドのウイスキーだ、酒だ。これは自分で買ったんだ。17年は結構しますよね、普通の。いや、そんな分からんけど、俺の親友がこれを取り扱ってる酒の商社にいるんだ。そうだ、それでそうだった。プレゼントでもらったんだ。なるほど。それを見たことあるか、これ。え、これハービーが飲むやつや。スーツで出てくるだろう、こういうの。はいはい。この中にこうやって入れて、はい、本当は飲んでるんだから見てくれ。もうこれしかない。はい、でも一人でこれ一本飲んどる。まあそういうことだ。ハービーが飲むやつで飲みたかった。確かにちょっと美味しく感じそう。俺も親友にもらったから瓶がなんか捨てられないんだ。確かに困ったもんだ。どうするんだ、ここの棚が瓶だらけになっちまったら。それはもうただのゴミ屋敷だ。次行こう。これで最後だ。これで最後だ。読めん。グレンモランチ、グレンモーレッジ、グレンモーレッジ。なるほど。これもスコッチだ。これはいつもお世話になってる大先輩から誕生日だとかそういうお祝い事でいただいたんだ。なるほど。見てみろ、今開けるぞ。箱がまずすごい。重厚感見てくれ、この箱のすごい、この厚さ、この扉の厚さ見てくれ。すごいですね。アメ車みたいなドアなんですよ。こういうの包まれてる。大概高いですね。大概高い。このダイハツとかの薄さじゃない。薄さじゃないですね。アメ車です。アメ車の薄さじゃない、厚さなんだ。開けるぞ。行くぞ。
これだ。おお。どうだ。すごい。何ですかこの模様は。これは多分すごい。フリーメイソンだ。アメリカンジョークですか。フリーメイソンだね。あとここにマグネットがついてるからこう。ちゃんと。細かいゲートが。この紹介がすごいな。これはですね。もう今開けてないんだ。わ、2回か。怖くて開けられねえんだ。確かに。いや、開けてるぞ。いつの間に。いや開けてる。あ、でも思い出した。1回開けたんだけど怖くて飲めなかったんだ。あまりにも高級なものだ。確かに。いただき物だから値段は俺にはわからん。だからこの友達の商社のやつで聞いたらこの色は珍しいって言ってた。濃いっぽいな。これはバーハマもびっくりだぜ。一回だからここの線は開けたが、はい、もったいないと思って飲めないんだ。まだこれはだから俺の時が来たら飲もうと思った。確かにこれはすごそう。これは俺もお祝いでいただいたものだ。思い入れがある。俺はこいつと一緒に30からの人生を共にしていこうと思ってる。それぐらい思い入れのある一品だ。ありがとうございます。意外と少ねえなって思うんじゃねえぞ。あんな感じでやりやがって意外と少ねえななんてこと言っちゃいけねえ。そうじゃない。ピンピンへの思い出がどれだけ多いか。確かに。それがバーハマだ。いや、バーハマな。そうだろ。だからあんな感じで入っといて、よく数えたら酒の中身が入ってるのは2本だけだなってことは言うんじゃねえさ。大切な2本だ。確かに。グラスで車庫とか稼いでたもんな。みんなまた機会があったら来てくれよな。バーハマ以上だ。じゃあ